おお先生、先生も筋肉をいじめに来たのか。それならついでに鍛えてけよ。他人のことより自分の筋肉だろ。太もも、背中、胸、腕、お腹、みんなが悲鳴を上げたがってるぞ。俺はもう散々いじめ終わっていい感じに仕上がったとこだ。見てくれよ俺の体、いつもよりでけえだろ。今日も筋肉を追い込んで追い込んで、パンパンのキレッキレだ。強さは筋肉、筋肉は強さ。立派な騎士になるにはもっと鍛えねえとな。さて、いい汗かいたし、今日もうめえ飯を食えそう。痛えとこつくな先生は。俺も分かってはいるんだ、頭も鍛えねえと困るんだろうってのはよ。作戦も理解できねえようじゃ騎士の仕事は務まらねえもんな。だけど苦手なんだよ、難しいこと考えたり覚えたりするのがよ。体を動かさねえで頭だけ動かしてるとどんどん眠くなっちまってよ。なあ先生、人の2倍体を鍛えたら座学は人の半分でよくねえか。やっぱりそうか、先生が言うならそうなんだろうな。でもよ、俺は立派な騎士にならねえわけにはいかねえんだよ。仕方ねえ、やってやる。俺だってやれるってとこ見せてやるぞ。応援してくれ先生、応援してくれ俺の筋肉。先生、いいとこで会った。ちょうど探してたとこなんだ。今大丈夫か？陣形について聞きてえことがあってよ。陣形の替え時ってのが全然わかんねえんだよな。戦況とか地形とかも関係するみてえだし、もうでどうしていいかわかんねえよ。そうなのか？じゃあどうすりゃいいのか教えてくれ。頼むよ先生。まずは基本的なやつからか。となると、そういうことか。よし、なんとなく分かってきたぞ。頼りになるな先生。強えのに頭も良くてすげえよ。おかげで助かったぞ。この調子ならおでも立派な騎士になれそうだな。ん？ああ、先生には言ってなかったか？おでの親は同盟寮の商人だったんだけどよ、事故で夫婦揃って死んじまったんだ。だからおでが妹を食わせてやらなきゃならねえんだけど、おで算術も目利きもできねえからよ、商売は無理なんじゃねえかと思ってな。そんでじいちゃんにも相談して騎士になろうって決めたんだ。士官学校に入るために家にあった金目のもんは残らず売っ払っちまった。おでが挫折したら妹が暮らしていけねえ、おではもう後戻りできねえんだよ。そうだな、おで一人だったら
騎士より傭兵を目指したかもしれねえな。傭兵だった先生にこんなこと言うのもあれだけどよ、気楽そうじゃねえか。勝っても負けてもどってことねえし、くたばったところで誰が困るわけでもねえ。だけどおでにはおでを待っててくれる妹がいるからよ。貴族好きの騎士の方が安定してそうだし、戦争が終わりゃ死ぬこともねえだろ。妹には我慢ばっかりさせてきちまったから、この先はもう苦労させたくねえんだよ。そういや先生は兄弟はいねえのか。そうか、兄弟のいねえ先生からしたらおでは不自由に見えるかもしれねえな。だけど妹のために頑張るってのは悪いことじゃねえんだぞ。楽しいっていうか励みになるっていうか、妹が喜ぶとおでもすげえ嬉しいんだ。先生もジェラルトさんに頼んで妹を作ってもらったらいいと思うぞ。まあそういうわけだからおでは絶対に立派な騎士にならなきゃなんねえんだよ。おい先生、最近ちょっと頑張りすぎてねえか。戦いが続いてるのは仕方ねえけどさ、戦場じゃ誰よりも働いてるだろ。みんなに指示出して自分でも戦って、いつもすげえなとは思ってんだけどよ。戦争が終わってもあちこち走り回ってるみてえだし、そのうちぶっ倒れるんじゃねえかって心配になっちまうんだよな。そうか、自分で大丈夫だと思ってても急に参っちまうことだってあるんだぞ。あんまり言いたくねえけどよ、先生は便利に使われすぎじゃねえのか。クロード君だって先生が断らねえからあれもこれもって頼んじまうんだぞ。この前も兵士の前で演説させられてたけど、先生本当はああいうの苦手だろ。戦場で頼られるのは仕方ねえにしても、苦手なことまで頑張ることねえって。何のことだ。ああいつだかの座学のことか。それはだって俺は妹を食わせるために苦手とか言ってる場合じゃなかったから。先生も同じ？そうか、先生もみんなのために苦手なことも頑張ってくれてんのか。俺と同じなら先生のことを止められねえよな。よし、わかった。じゃあ先生のためにおでももっと頑張ることにするぞ。おで、妹のことがすっごく大事だ。でもよ、先生のこともすっごく大事なんだ。大事な人のためなら頑張れる。大事な人が増えたらもっと頑張れる。そう思わねえか。急にそんなことを言われると照れくせえぞ、カンニャロ。じゃあまあこの戦争が終わるまで頑張れるだけ頑張ってみるしかねえな。おで、先生がぶっ倒れねえようにやれることは何だってやってやるからよ。大丈夫、おでは鍛え方が違うからな。どこまでだって付き合ってやるぞ。